earlier this morning, the 8th Air Force carpet-bombed the Panzer Lehr Division to the brink of extinction. Surviving Panther tanks are withdrawing. Able Company, supported by the 4th Cav, will be pursuing them. To counter the heavily armored Panther tanks, we've been supplied with M10 tank destroyers. Panzer Lehr took a beating this morning, but its Panther tanks are still operational and a threat to us. Air recon shows the Panthers were last spotted in this area, and we can presume they're waiting for us. We're outgunned here, and those Panthers have the element of surprise, so proceed with caution. Once we've located the Panthers, use Shermans and infantry to draw them out, and then deploy the M10 tank destroyers to flank them. はい、ではまず初期配置ですが、工兵。ライフル兵、それに駆逐戦車が1両、シャーマンが1両ですね。これ、戦車の数増やしておきましょう。あとはですね、この辺り一帯に防御陣地をね、しっかりと築いて、おきたいかなと思います。それまでの間は、しばらくの間は、本当にね、近い周りだけ占領しておきましょう。戦車で安全を確保したら、歩兵を出して、その戦略ポイントを確保する。これの繰り返しでしばらくは戦力を増強しておきたいと思います。では、ちょっとずつ進軍していきましょう。今、戦車3両体制ですね。もう1両、シャーマンを今、養成中です。完成したら、これもね、使っていきたいと思います。ちょっとずつ出していきましょう。さあ、パンタいましたね。ここに現れました。ちょっとまともに1対1で撃ち合うのは危険なので、まあ2対1、3対1、まあ、そういう状況をねしっかり作っていきましょう。パンタの走行はかなり熱いですね。今まあ十字砲火に近い形で3両で撃ち合ってなんとかっていうね状況でした。まあ、この要領でね、しっかり周辺を制圧して回りたいかなと思います。では、まず自分の司令部の周りですね、要塞化進めました。戦車止め、あとはまあもちろん土のうも積んで、一部ですけども、スナイパーなんかも配備してあります。で、あとは機関銃陣地ですね。これをある程度数用意しました。これで、基地をすっからかんにしても、しばらくは守りきれるだろうということで、4両の戦車を出撃させて、またね、周辺の制圧というところに乗り出していきたいと思います。敵の装甲戦車なんかは出てきてますけど、パンターがまだ、あんまり数が見えてこないですね。はい。マップ、左下ですね。見ていただくと少しずつ青い、まあ、自軍の陣地が広がってるんですけども、司令部の守りも固めるために、シャーマン1両は、基地に残してあります。ここですね。これ以外の、現状、5両で構成中です。で、このマップで養成できる戦車の数なんですけども、全部で6両までっていうのが上限値になってるので、1両、シャーマンだけ司令部に残して、残りの駆逐戦車3両、シャーマン2両で攻撃を仕掛けているっていう状態です。さあ、パンターが現れました。このパンターとなんとか撃ち合いで勝つために戦車を4両攻撃して、集中砲火を浴びせていきましょう。で、ダメージ受けたら下げる。
半分まで減ったらもう下げるぐらいの気持ちでいた方が、ゆとりを持って対処できますね。これでパンター3両目撃破です。そしたらまたね、しっかり回復してから次戦いに備えましょう。ここで敵のバズーカー部隊が出てきましたね。このバズーカー部隊相手にするのが結構しんどそうだな。バズーカーはね、戦車にかなり有効が与えてくるので、まあ無理せずに下がるところは下がりましょう。でシャーマンに備わってる機関銃なんかでしっかり対処するっていうのもね、バズーカー兵が有効だと思います。さあ再びパンターですね。いやパンターはでかい、単純にでかいですね。これはまあ確かに勝ち目がないかなって思わせられる、強さがありますね、パンター戦車は。まあ逆にパンターさえ気をつければどうかなる、まあ、そういう状態です。今回のパンター数で撃破しましたね。傷ついたらしっかり回復します。あとアビリティですね、応急処置発動できたのでこれ発動してあります。結構重要な今回の要素になるかなと思いますね。この応急処置はですね、まあ、単純に戦車を工兵がいなくても回復してくれるっていう、まあ、そういうオプションになっているアビリティなので、工兵が間に合わなくても回復してくれる、まあ、非常に戦車が生き残れる可能性が高まるね、そういうアビリティになってました。まあ、定期的に使っていきたいですね。なので進軍のタイミングとこのアビリティ発動できるタイミングはある程度合わせた方が、まあ、より効果的かなと思いました。なんかいかにも待ち伏せがありそうなここに突入していきましょうか。戦闘行くのは、まあ、シャーマンかな。シャーマン戦闘でちょっと入ってってもらいましょう。ですぐ交代できるように後ろついていきません。後ろついてっちゃうとね、最悪の場合交代できないってことが起きてしまうので、まあ、あえて後ろには行かず、ついていかず様子見しましょう。やっぱりここにいたな。待ち伏せがありましたね。まあ想定通り。そうするとこのルートはあんまり好ましくないので、こっちのルート見てみましょう。こっちの方がまだマシかな。そうですね、このルートの方がまだ入れそうな感じがしますね。敵のパンターが出てきました。これ下がりましょう。このままここで戦うのは危険ですね。できれば敵のパンターをおびき寄せたいかな。やっぱりここがパンターや敵の防衛陣地の、まあ、中心部になってるようなので、ここ突破しないと話にならなそうなので、無理してでもちょっと駆逐戦車突入させて、敵のパンター撃破狙いましょう。もうこれはしょうがない、多少の犠牲はつきものだと割り切っていきます。まあ、煙幕とか貼っていいのかもしれないですけどね。ですかさず修理はしましょう。ようやくここの上に乗れました。ただパンターをちょっと見失ってます。どっかに必ずいるパンター。さあ敵のパンター発見してます。ここにいますね。
このパンターを倒すにはちょっと後ろからシャーマンを回り込ませましょう。これ敵からすると不意打ちですよね。ぐは、前後から攻撃しやすい反面、前面に立ってしまった戦車が破壊されてしまうリスクがあるので、まあ、そこをどう、捉えるかですかね。まあ、駆逐戦車を前にトントンと2つ並べて、後ろからもシャーマンをもう一回出すっていうのが、まあ、現実的なところかなと思いますので、工兵を準備しておきましょう。それと同時に、まあ、しっかりアビリティですね、自動回復を発動しておきたいと思います。では自動回復を発動しながらシャーマンに対して、パンターに対して攻撃仕掛けていきましょう。アビリティ発動しました。戦車3両並べて攻撃中です。これで撃破できそうですね。パンターを仕留めてます。さあ再びここにパンターが現れてます。戦車がですねちょっとまだ回復しきってないところで敵のパンターなので、集中砲火でなんとかしのぐしかないですね。打ち合いでなんとか勝利するしかないので、ここは戦車を前面に並べましょう。本当はね、横っ腹抜けとくのは良くないっていうのがあるので、できるだけ正面向くようにこまめに方向転換をします。アビリティも発動しちゃいましょう。さあ敵のパンターがですね、なんと、おー、司令部の近くに出現してます。これなんとか対処しなきゃいけないので、今急いで戻してます。急いで戻してこの敵のねパンターを潰しちゃいましょう。ベースはアンミファイア。まさかこんなことになってるとは思わなかったですね。まあ、ただ出てきてくれたパンターなんでちゃんと仕留めましょう。ここはね、まあ、しっかり数の暴力でパンターを仕留めます。大丈夫ですね、パンターを撃破です。これは敵のパンターかな？敵の戦車の攻撃を受けてしまいましたね。
Medic! Medic! We need a fucking medic! はい。ちょっと心配な状況が最後発生しましたが、ミッションは完了してます。敵のパンター、7両ですかね、撃破ということになります。では、今回はここまでさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。いや、カンパニーオブヒローズ、すごくボリューミーですね。